わることもなきにしもありません。で、何も構造とかを仮定しないとそういうことが起こる確率は計算できます。そのネットワーク構造がないとってことですね。で、そのベースラインがあれ、そうか、あ、そうです、これベースラインがここで書かれている点線です。で、ちょっとこの図だけだと見にくいので、ちょっと上のネットワークの図だけで言いますが、でそのベースラインよりも高ければそれは協力を伝えやすいネットワークだということになります。で、実はちょっとさっき触れたんですが、次数がちっちゃいほど伝えやすくなります。で、まあ、彼が解析したのはですね、この次数がみんな一様である場合だけなので、こういうスケールフリーネットワークとか本当は扱えないんですが、まあ、数値計算をしてみたということです。で、その結果言えることは、実はこういう正方向子、さっき協力促進すると言いましたが、こういう枠組みで見ると正方向子実は協力促進しません。で、これはミステリーで、解析的にはもちろん正しい、数値計算もそれを支持するんですが、直感的な理由は私には少なくとも分かりません。大月君も、まあ、よく議論しますが、ちょっと分からないと言ったのでなかなか難しい。まあ、けどこういうようなものの見方もあって、で、こういうことをするメリットは解析解がとても出しやすくなります。だからこれを使って、こういうゲームの問題ないしネットワーク上のゲームの問題にアプローチするという流派が結構増えてはいます。ただですね、こういう代替をついた順安定状態で協力の割合を調べるといった直感的な描像と結構ずれることもあって、まあ、その解釈はまだ注意が必要なところです。で、これで終わりでして、まあ、まとめるとですね、まあ、最初、正方向子の話をしましたが、まあ、一番言いたかったのはですね、その人によって結びつく人数が違うようなネットワーク、まあ、それはよくあるのですが、その上での相互作用ってまあよく分かんないということです。まあ、分かんない分かんないってもちろん始まらないので、それなりに解析、まあ、数値解析ですねを試みるわけですが、いろんな状況に左右されて、今日特に説明したのは、利得を割り算にするかしないかといったことと、その参加コストのようなものを課すかということです。で、それによってまあスケールフリーで、協力が促進されることはされないことになってしまったりします。なので世の中の多くの今論文はですね、スケールフリーは協力促進すると言ってますが、それは嘘です。それはこういういろんな仮定に基づいているので一般的にあります。で、それが一番大きな問題で、ただそういうネガティブなことを言ってもしょうがなくてですね、提起したいのは、こう人によって人数結びつきが違うというのは、それは確かにそう でゲームらしきものが行われているというのは確かにそうなんですね。だからそれの状況でどうやってゲーム定義するかということを、で、これはもう社会学とか進化生物学とかそういったいろんな領域巻き込んで考えていかなければいけないと思っていて、もちろんその問題によって当然答えは違うと思うんですが、そういうことをちょっといろいろ知りたいなというふうに個人的には思っています。で、まあ、この辺書いたのはその他のことですが、あとこういうことをやる上でもう一個重要なことですね、やっぱりルールにすごい依存しちゃうんですね。どうやってアップデートするかっていう話は今日あまりしませんでしたが、少し質問出たので答えたところでもあったように、かなりそれによって結果は変わります。だ、そういったことも何が妥当なのかってやっぱり考えていかなきゃいけなくて、例えば生物学とですね、生物学ですと、まあ、数字のジレンマじゃないとしてもですね、ある種が強い、ある種がある種より強いというときに、強いという意味が死ににくいという意味なのか、生みやすいという意味なのかによって、これでやると結果違ってくるわけですね。それはこのネットワーク上のゲームと同じことなんで、頂点が死ぬときに利得が低い人が死にやすいのか、死ぬ割合同じで、頂点が生むときに利得の高いやつが生みやすいのかというので、結果も違いますし、解釈も違います。その辺の問題とかも、ちゃんと考えていかなきゃいけないなというふうに個人的には思っています。あ、すみません、はい、死ににくいというのはどういうの、どれか死ぬ人1個選びますよね、はい、で、その時に利得が低い人が死ぬ人として選ばれやすい、で、利得が高い人は死ぬ人として選ばれにくいということです。で、そうすると利得が高い人がまあ増えてはいきますよね、死ににくいので。それは、死ににくい方だけの死ぬのと生まれるのと、両方使う場合と片方しか使わない場合っていうのがある。それもあります。片方しか使わない場合も、利得がちっちゃい人が死にやすいっていう話でやる場合と、利得が高い人が生みやすいっていう話でやる場合で結果違います。で、合わせたら合わせたらもちろんまた3番目の意味で違う、3番目また違う結果になると。その辺生物的には重要で、で、まあ、多分人間科学的にも重要なので、その辺を考えていかなければいけないなというのは思っています。ではそれで以上で私の話を終わりにさせていただきます。ありがとうございます。